スティーブ・カレルはアメリカ合衆国の俳優、コメディアン、脚本家、映画プロデューサー。1962年8月16日、マサチューセッツ州コンコードに生まれる。父親は電気関連のエンジニアであった。イタリア、ドイツ、ポーランドの血を引く。学生時代より即興劇団で活動し、オハイオ州、グランビルのデニソン大学を卒業後、 シカゴのコメディ劇団セカンドシティに参加。在籍時はいくつかのコメディ劇団との共演舞台に立った。その後、脚本家兼俳優としていくつかのテレビ番組の仕事をする。彼の名前を最初に広く知らしめたのは、コメディセントラルのコメディニュース番組、ザ・デイリー・ショーのレギュラー出演である。1999年より番組にレポーターとして参加し、 彼の番組出演は2005年まで続いた。映画は1991年のカーリースーでデビュー。その後はテレビ中心の活動であった。2003年のジムキャリー主演のブルース・オールマイティではジムキャリー演じる主人公のライバルのエヴァン役を演じる。2004年にも同じくニュース番組を舞台としたウィリフェレル主演のコメディ映画俺たちニュースキャスターでまぬけなウェザーキャスターのブリックを 演じる。フェレルトは、翌年の、奥様は、魔女でも共演した。2005年、40歳の道佐田尾で主演を務める。脚本と制作葬式も兼任した。この作品は、2600万ドルの制作費に対し、全米だけでも1億ドルを超える興行収入を稼いだ。また、同年春よりスタートし秋から第2シーズンが、開始された NBC の主演テレビシリーズ。 ザ・オフィスもヒット作となり、ゴールデングローブ賞を受賞。彼自身と作品は、エミー賞の候補にもなっている。翌年には、アカデミー作品賞にノミネートされた、リトルミス・サン・シャインでは、自殺未遂を図った芸のおじという暗い役を演じて、高評価を得た。2009年11月、経済誌、ホーブスが、アメリカのテレビ界で最も稼いでいる男性のランキングを発表し、 2008年6月から2009年6月までの収入が2100万ドルで5位にランクインした。2011年10月、経済誌、ホーブスがテレビ界で最も稼いでいる俳優のランキングを発表し、2010年5月から2011年5月までで1500万ドルを稼いで3位にランクインした。2014年公開のフォックスキャッチャーで第72回ゴールデングローブ賞。 主演団優勝、第87回アカデミー賞主演団優勝に、初ノミネートされた。ありがとうございます。